はいえー、とこのビデオは、えー、と第2週の、えー、2本目のビデオになりますね。えー、と行動中心アプローチ、JFND の行動中心アプローチの、えー、ビデオです、はいえー。このビデオでは、えー、難しさの2つの視点についてお話しします。えー、どうしてかっていうとですね、あの先週までに皆さんは、えー、宿題ちゃんとやっていたら <laughs> あのあの、皆さんが開発するコースで扱う 行動のリスト、何をやるか何をやるかアクションのリストを作ることができたと思います。でもこれはそのままではもうねあのとっても簡単な行動もあったらあるしとっても難しい行動もあったりし,しますね。なので一つのコースのシラバスにするにはとても、えー、問題があります、はい。同じぐらいの難しさにしないといけないわけですね。 A1 レベルのコースだったらみんな A1 レベルぐらいにしなければいけません、えー、C2 コース C2 レベルの、ね A、コースだったらとっても難しいので、えー、あの全部難しい、えー、キャンドゥステートメントにしなければいけませんねでそれを決めるにはあの,このキャンド o ステートメントの条件と対象っていう、ね、この2つのことを気にする必要,も必要がありますはいじゃあその,あの えー、具体的な例をねちょっとあの、えー、ご紹介したいと思いますね、はい、まずこの c a n d o ス StatementCDS、あのー、は c a n d o ス Statement といいます日本語では能力記述文ということがありますねで、えー、と特に c a n d o ド Statement はねあの一般的にはあの条件それから話題場面それから対象それから行動この4つね ここの4つがが入っていることが多いると多まあ時々入ってあの3つしかないこととかも時々ありますけどあの皆さんが CDS を書くときはできれば4つちゃんと入れておくといい分かりやすいと思いますねはいじゃあねこれ例を実際の例を見てみますとこれは JF スタンダードの A1 レベルの CAD ステートメントですけどあの海岸でのゴミ拾いのボランティアをしている時 これが2番の話題とか場面ですね。はいえー、実際にやり方を示しながらゆっくりとはっきりと締めあ話されれば、はい、これが条件です、1番の条件。ちょっとね、順番が実際はこっちの2番が先にあってその後1番が来てますけどね、条件がね。はいえー、ゆっくりとはっきりと話されれば、はい、その次。 リーダーのごく簡単な指示を聞いてこれが対象になりますリーダーのごく簡単な指示ね、はい、これが対象ですつまりその日本語を聞いたり書いたり話したり読んだりする内容コンテンツのことだと思えばいいと思いますね、はい、でそれが行動が最後に行きますねそれを聞いて理解することができる これが4番目の行動になりますね。こういうふうにですね、Candoo、え、Statement、ー、は4つの要素、4つのエレメンツがあ,あるんだけど、それが1つの文になっているということですね。あの4つの、ね、バラバラの文にしないでください。4つの要素が入っている1つの文です。はいえー、これが Candoo Statement の,の例ですね。はいでね、えー、ともう あのこれはね、例えばそのプレゼンテーションをするっていう、あの、can do statement がいっぱいあるんですけど、これね、何が違うかっていうと、レベルが違うんですね、レベル。えっ、ー、と、A1、A2、B1、B2、C1、C2 っていうふうになっています。A1 が一番簡単で、C2 が一番難しいですね。まあ、中でも A1 と A2 は基礎段階の言語使用者。英語だと、basic user と書いてありますね。はい、B1 と B2 レベルは、 自立した言語使用者英語だと independent u s e r、はい、c 1 c には熟達した言語使用者 proficient user というふうに書いてありますね、はい、でこれ例えば A1 レベルでは、まあ、これ全部プレゼンテーションに関係する話なんですけど A1 レベルではこういうふうに書いてあります非常に短い 準備して練習した言葉を読み上げることができる例えば話し手の紹介や乾杯の発声など、はい、これが A1 一番簡単なレベルですねもうとても短い短くてしかも準備して練習しておくとその言葉を読み上げることができるっていうことですねとても簡単です、はい、じゃあ逆に C の2一番難しいレベルはどのくらいかっていうとこういう感じになっていますね 話題について知識のない聴衆に対しても自信を持ってはっきりと複雑な内容を口頭発表できる。はいまあ、話題について知識がない聴衆というのは要するに何にも知らない人に対して、えー、とっても簡単なことから、えー、あのつまりとってもあの 簡単な言葉を使って複雑な内容を、えー、伝えるということですね。もうこれは本当にとても難しいと思います。日本人が日本語でもできない人は正直たくさんいます。はい。はい、じゃあねあの、えーと、条件、どういう条件があるかっていうのを特に A1 の例で見ておきたいと思いますけど、えー、モデル文があれば、まあ、それを真似すればいいだけですよね。あと、自分に向かってゆっくりとはっきり話されれば。 辞書を使うことができれば周りの騒音が少なければゆっくりとはっきり簡潔に話されればはいこういう条件があると a、AH、一になることが多いですはいでもねあの必ず a、AH、一になるわけで,もではないですねはいまあ例えば辞書を使うことができれば博士論文を書くことができるなんていうのが <laughs> の 白紙論文はそのドクターズ推察ですね、えー、それは A1 では絶対無理です、はい、辞書を使っても博士論文は A1 では書けないですね、はい、なのであのこ,のこの条件があれば必ず A1 になるというわけではないですなので条件と対象の2つの組み合わせが必要になりますね、はい、じゃあその対象っていうのはどういうものがあるかつまり内容ですよね内容話したり聞いたりする内容ですこれも A1 の例を見てみましょう ごく基本的な質問挨拶感想自分の国自分の名前簡単な定型表現で暗記した短い簡単な定型表現、はい、定型表現という言葉はねたくさん出て,きあの決、ま、あの出てくるんですけどもう決まった言葉っていうことですねまあ挨拶とかもが一番その、えー、分かりやすい定型表現ですね。 えー、おはようございますとか、いつも朝会ったら別にいつもおはようございますでいいわけですよね。そういうのが定型表現。まあ、こういう感じで対象の例はこういう感じでたくさんありますが、えー、これもね、あとで1つの資料でまとまって見ることができますのでそれを見てください。はい、でねで、全体的な尺度っていう資料もあります。これも3つぐらいありますからちょっとあのその3つを紹介しますね。 具体的な欲求を満足させるためのよく使われる日常表現と、えー、基本的な言い回しは理解し用いることもできる、えー、具体的な欲求、えー、お腹が減ったとかトイレに行きたいとかそういうことですねえっ、ー、と文字へかカーナー茶ひえ <laughs> 食べ物欲しいですとかねあと えー、トイレと過半兵トイレはどこですかとかそういうことは私もヒンディー語で言えます、はい、A1 レベルそのぐらいですね、はい、じゃ次の例、えー、はあの自分や他人を紹介することができどこに住んでいるか、えー、誰と知り合いか、えー持,ちえー、持ち物などの個人的情報について質問したり答えたりできるクムハラーガール過半兵 あなたの家どこですかとかそういう感じですね。えー、持ち物メレーパースメレーパースあーキャッシュな品兵。<laughs> 私現金持ってませんとかね。そうそのぐらいのことは私も言えますね。はいあのヒンディー語でね。はい。えーとあとねこの三番目の例はこれえーとねあの条件がたくさんあります条件がたくさんあります。さっきのね二番目と一番目の例は条件がなかったですね。だけどその 対象が自分に近くて身近で具体的だとそれが A1 になりやすいということです。こういうことは例えばトイレどこですかとかあのお腹が減りましたとかそういうことはあの、まあ、どんな条件でも言えなければいけないというような感じなんだと思いますね。はいはい、じゃあ3番目です。3番目はあのやり取りになるのでそういうときは自分一人じゃできないんですよね。なので相手が あのちゃんと a、AH、1レベルに合わせてくれるかどうかそれが条件としてとても大切になります。はいじゃあ読んでみましょう。もし相手がゆっくりはっきりと話して助け舟を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる。はいこうですね。これもね私もあのヒンディー語で話している時にあの相手の言うことがねよくわからないし私が言っていることも通じないことが多いんですよね。そういういに相手が 優しい言葉でねつまりこういうことですかって確認して質問してくれたりするとあのやり取りできますけどあのそういうのがないとやっぱり私の a H レベルのヒンディー語では、えー、とちょっと正直難しいですね、はい、なのでこういうあの条件がつくというのもとても大切ですはいじゃあここからはあのまた次のビデオでお話ししたいと思いますこれは3本目で、えー、3本目のビデオで課題についてお話をしますね Hay filmi dengeleyin.